はい。ワキャリーダイエットウォークではなくて、映画は大人の教科書。えっ、ー、と4、5月12日公開の、えー、と映画をご紹介していきます。ちょっとね、大変な風邪をひいてしまって、もうちょっとお聞き苦しいところがあると思うんですが、ちょっと勘弁してください。えっ、ー、と、今回はですね、実はあの、全部で7作品あるものですから、うんと前半後半に分けて、えー、とお話ししていきます。 でですね、えー、っと、Facebook 長岡市グループに転載する関係で、えー、っと、Facebook 長岡市グループは、えー、っと、同じ内容のね、えー、っと、情報を連続して投稿することをノーという企画が確かったので、えー、っと、この1に関してはいつも通りアップし、2に関しては、えー、っと、リンクを載っけるという感じで対応したいと思います。そんなわけで、えー、っと、前半4本なんですが、 この、ね、映画情報は、えっ、ー、と、新潟県長岡市にある、えっ、ー、と、シネコン、TJ 長岡に関する情報ですが、まあ、全国のね、えっ、ー、と、シネコン系の映画は大体そんなに違わないんじゃないかなって勝手に思ってます。はい。えっ、ー、と、まあ、それで、えっ、ー、と、まあ、どなたにが聞いても最新映画のお話が聞けると思っていただければいいと思うんですが、まあ、基本的に、あの、映画 .com とかの情報をもとにお話しているので、 まあそんなにね、目新しい情報はないと思っています。はい。まあ、ただね、私の独自視点から、えー、といろんなお話をしていくので、まあ、どなたでも楽しんでいただける映画情報になっていると勝手にリフしています。まあ、今回は5月12日から TJ 長岡で公開される新作情報、映画情報なんですけども、そうですね、まあ7本ですよ、7本。そう、まあゴールデンウィーク 明けでまあ、ちょっと、ねえっととねえどうなんですねゴールデンウィーク明けってことで、まあ、ちょっと、まああの、うんと、うん、子供たち向けでっていうわけではない、ちょっとね、えっと大人な感じの映画が多いような気がします。まあそんなわけで、今回ご紹介する映画は、先にご紹介する映画はこちら4本。1本目が大人なじみ、二本目がおししか武道館に、おし、おしんおし、おしか えぇ、ー、推しか動物んおしか武道館あ、推しが、推しが武道館に行ってくれたら死ぬ。うん、これ、うん。で、えー、っと、それゆけゲートボールだったかなうーん。で、もう一つが、<laughs> ちょっとダメですね。<laughs> ちょっと、あの、頭がぼーっとしててなんか言葉がついてきません。まあ、そんなわけで、まあ、早速やっていきましょう。とりあえず。 はい。一作品目は、大人なじみです。はい。まあ、ああの、えっと、言う、そうですね。これは、まあ、YouTube でご覧の皆様も、えっと、Facebook グループでご覧の皆様も、ま、一緒ですが、そう。えっと、まあ、ほんと、キラキラーな感じのほんと、パステルカラーチックな <laughs>、感じのもの、えっと、映画なんですけども、まあ、予告編を見ての感想から行きましょうかね。あのね、きっと、 面白いと思うの。面白いというか、まあまあ、ラブコメはラブコメなんだけど、まあ、ラブコメ好きにはもう、ものすごい、どんピシャでヒットするんじゃないかな。私はね、ラブコメね、アニメで見るのが大好きで、コミックはね、あんまり、コミックでラブコメあんまり見ないは見ないかな。うん。私ね、あの、少女漫画の細い線が苦手で、うん、細い線が苦手で、あんまり少女漫画読まないんですけども、この、えー、これはね、 えっと、ラブコメの名手、中原彩さんのね、コミック、まあ人気ですよね、やさんの、うん。のコミックを、アイドルグループの、そう、あの、井上くん、そう、水穂と人気のモデル。<laughs> あは、れ、あれ、<laughs> あ,れ <laughs> あれ、男の子と女の子がごっちゃになってる。うん。まあそれで、映画化されたやつなんですが、うんと、まあ4歳の時から隣に住んでる幼なじみ春と、えっ、ー、と楓、かえで、 カエデは20年間ずっと春を片思いしているが、春がその気持ちに気が付くことはない。ついにこうを煮やして、えっと、カエデは、えっと、同じ、おなよなじみの、えっと、イオリとミサ、さきうんに相談、<laughs> 相談し、春への思いを断ち切ることを決意。でも,も、それでも諦めきれない彼女に、イオリは優しく接し、実は小学生の頃から、えっと、 つきの楓のことが好きだったと告白急責にする、えっ、ー、と、楓よりの、えっ、ー、と、目の当たりした春はようやく自分の本心に気づくがっていう感じなんだけど、そう、あの、ね、予告編だけ見るとね、あの、ここら辺の感じが全然わからない。<laughs> そう、え、そんな話だったのみたいな。うん。あの、今ね、これをさっと読んで、 えや、そんな話だったのっていうのはま正直なところそう。予告編だけ見ると幼なじみで、まあ、あのお互いにあの好きなんだけども、うん、お互いにあのえっとどう切り出したらいいかわかんないみたいな、そんな微妙な感じの2人がああののなんかあの寄っていく間に、もう1人別の男の子が入ってくるみたいな感じの。 うんと、予告編のイメージだったんだけど、まあ、これ読むとちょっと違う感じね。そう。うん。まあ、あの、どうなんだろう。そう。ラブコメ好きの私は、なんでラブコメで、あの、ラ,クラブコメ好きだけどアニメっていうと、なんかね、うんと、あの、実写映画ってさ、まあ、リアルじゃん。そう。 リアルだけども、なんか、アニ、あの、アニメっぽい,い、あの、ライティングとか、あの、うんと、明るめのライティングとか、で、なんかあの、背景をごまかしたりとか、えっと、なんか、絵作りがにリアル感がなくて、まあ、リアル感がない絵作りだったらアニメでいいじゃんっていうのは、まあ、正直なところで、まあ、私はね、実写のラブコメってあんまり好きじゃないんだけど、うん、皆さんどうですかね。そう。まあ、あの、えっと、 私の好みはどうで、ね、あれそう。どうなんだろうえっ、ー、と、まあ、この、このね、うんと、何週間てか何ヶ月か。まあ、あの、ドバドバドバーっと本当話題の映画が続いている中で、まあ、どうなんだろうね。うん。まあ、うんと、これも映画をターゲットにしてる、うん、あの、世代に、が、 まあここでこれをわざわざ見に行くのかなみたいなのはちょっと思います。はい。うん。なんだろう。私今日キレがないね。ほんとごめん。サクッと行くわ。うんと。うん。キレがないっていうのはなんか、なんていうか、あの、うんと頭がぼーっとしてるのもあるんだけど、なんだろうな。うんと、う、今週のね、作品ね、どれもね、なんかあんまり思い入れができないんだよね。なんか。 僕編を見てる限りでも。なんとなくさらっと見て、うーん、なんかものすごくね、なんかあの、う、え、ん、っと気持ちを、あの、もくもくもくもって、あの、えっと見たいなっていう風うな、もくもくもこっていう感じの、あの、お腹の中でね、いや、見に行きたいな、見たいなって思うような、うん、私にパッてね、ここをつかませるような作品が7作品もあるんだけど、 そう。一作品しかなかったみたいな。<laughs> そのけでね、あの、うんと、一発目から、その、もこもこって捕まった作品ではなくて、うーん、まあ、なんだろう。あの、えっと、きっと、コミックで読んだ方がこれ面白いんじゃないかなっていうのが、まあ、正直なところです。はい。まあ、ただ、コミックのファンの人はね、ぜひ、あの、あのね、まあ、ラブコメファンの、ね、方は、まあ、たくさんいると思うので、 うん、言ってみたらいいいいんじゃないかと思いますただ、あの、うんと、どうですかね。あの、男女問わずラブコメファンっていっぱいいらっしゃると思うんです。というのは、あの、えっ、ー、と、五等分の花嫁のファイナルの時は、私、最終日に見に行ったんだけど、まあ、あの、うんと、男性ファンが多かったですね。そう、私もね、五等分の花嫁みたいな、あの、ああいうラブコメ好きなんですけど、 まあね同じような作品いっぱいある中でそう、まあ、何見てもそんな違わない <laughs> といえば違わないんだけどそれでもなんか安定して最後ちゃんちゃんでよかったねみたいな感じで終わる中で「五頭分の花嫁は」はああのまあ、最後誰かを選ぶ選ぶっていうような話だったんで、まあ、それも面白かったんですけども「五頭分の花嫁」またあのファイナルの後の映画があるみたいですね。そう あの後なのか、あの途中経過なのか分かんないんだけど、いや、なんか、あの、もう、もう今更いいかななんてのを私は思っちゃうんだけど、どうなんだろう。まあ、そんなわけで、ちょっと、ラブコメ、ラブコメどうかな <laughs> まあね、あの、あの、まあ、私の友達の中でもね、あの、女の子でもラブコメが好きっていうことを、ラブコメあまり好きじゃないっていうか、こう結構分かれて、まあ、男女共に、 えっと、好き好きがあるんじゃないかな、なんて思ってます。そんなわけでね、うんと、えー、113分の作品です。ぜひね、あの、うんと、ラブコメファンの方は見に行ってみてください。そう。さて、えー、っと、その次は、次は、押しぶどうかに行ってくれたら死ぬ、ね。<laughs> まあ、最近なのかなうんと、ここ数年でなんかちょっと私はよくわからないんですが、あの、まあコミックがあり、コミックがまあまあ成功して、うん、と次にアニメ化。そう。で、アニメ化が成功して、次に、えっ、ー、と、映画。実写映画っていうパターンがなんか多い気がしてて、まあ、えっと、そうですね。うんと、 まあみんながわかりそうなものと、まあ、キングダムなんかそうですね。えー、っと、少年じゃなくて、えー、っと、ジャンプでやってね。えー、っと、週刊ジャンプでやってる、えー、っと、週刊少年ジャンプ、少年じゃないな、ジャンプでやってるあのキングダムですね。キングダムも、まあ、漫画本で火がつき、えー、っと、NHK の、えー、っと、アニメになり、で、そして、えー、っと、この夏も第3部が、 公開される予定ですね。で、他にはね、うんと、もうそうだし、なんだっけ、えー、っと、えー、っと、東京レベリベンジャーズも、えー、っと、漫画があり、アニメがあって、そうして映画化というような流れですね。まあ、このね、うんと、この映画も、えー、っと、同じように、えー、っと、映画版、推しが映画館、 推しが武道家に行っったら死ぬもえー、と漫画コミックがありでテレビドラマンテレビアニメになりそして、えー、と今回映画化っていう感じでまあなんだろうなあのターゲットがまあ映画見る人テレビで見るテレビアニメが好きな人、うんと コミックが好きな人。まあ、ちょっとずつターゲットが違うんだけど、違うと思うんだけど、まあね、えっと、全部見たいって人もいれば、それぞれ自分の見たいものがね、ね映画なのか、アニメなのか、まぁ、あ、実写なのか、まぁ、あ、コミックなのかっていうのもあるので、まあうんと、悪い、いいとか悪いとかじゃなくて、なんか、ずる賢いやり方だな <laughs> って思ってます。はい。まあいいか悪いかはわかりません。そう、あの、それぞれの考え方だと思うんですが、まあ、私はね、 うんと、小賢しいなと。<laughs> 小賢しいやり方だなぁなんて思って見てます。はい。私はね、どっちかってうと、えっと、あの、ぶっちゃけアニメで見る方が好きなんです。はい。こういうものと、これ、あの、うんと、まあ、何でもそうなんですけどね。そう。あの、映画は、やっぱり所詮2時間、長くても3時間。 えっと、1時間、2時間、3時間、まあ2時間、3時間の中でまあ全てを詰め込むっていうのは本当に難しいなと思ってて、そう、あの作品の魅力を映画で全部見れるかった、まあなかなかそんなことはないと思ってるんですね。そう、だからまあ映画用に作られたシナリオならまだしも、えっと、ね、まあ、キングダムのように、あの、うんと、キングダムとか、あの、東京リベンジャーズみたいに第1部、 A, B みたいな。とか、一部、二部、三部みたいな。そういうふうに細切れにされてるんだったら、まあまあわかんないでもないけど、うんと、ね、あの、その映画の重要な部分、そこをキュッと撮るっていう感じな作り方は、まあちょっと無理があるんじゃないかななんて思ってて、まあこれも、あの、果たして、えっと、内容の面白さをしっかりこの映画の中に詰め込まれているのかなっていうのはちょっとわかりません。そう。まあただね、えっと、乃木坂48のね、えっと、 松村ちゃんが、まあ、彼女が出てるっていうことで、まあ、見たいって人もいらっしゃると思うし、まあ、このね、ほ、うんと、まあ、アニメ私ね、ちょっとだけ見たんですけど、面白いですよね、ぶっちゃけ。うん。だから、まあ、あの、うんと、どうですかね。あ、テレビドラマ版もやってたのね。まあ、ほんと、まあ、あの、あの、コミックやぎテレビドラマやり、アニメやり、 映画やりも余すことなく <laughs> なんか変なの <laughs> そう <laughs> まあどうなんだろう昔よりこういうのを作るのコンテンツ作るのにお金がかからなくなったのかなそうまああのあれもこれもっていう作戦なのかもしれませんねまあ内容はですね フリ,フリーターのエリピオは3年前の七夕祭りで地元の岡山のロ,のローカル地下アイドル、えっ、ー、と、キャムジムキャムジムの、えっ、ー、と、1マイナーに人生初のときめきを感じ。 以来すべてマイナに捧げてきた。パン屋で働いた収入のほとんどと全てを押しに注ぎ、自分が着る服は高校時代の赤いジャージのみ、24時間押しのことを思い、布教活動もに本存するなど、押しの存在が生きる活力となっていた。マイナを押し続けて4年目に突入したある日、チャンジムに東京新設の話が浮上する。エンマニが応援,する応援に精を出す。一方、マイナは自身の人気が伸び悩んでいることに格闘していた。 って感じね。まあ予告編を見る限りね、なんか私は面白い、あの、ほんと、101分だよね。101分だから、まあ101分で、まあ話がどういうふうにまとまってるかなっていうのはちょっと興味ありますね。そう,そう。まあ本んと、これもね、まあドラマを見っていう、あのドラマのその、 えっとそのドラマとかアニメとかのどういう位置づけ関係性っていうところを、えっと、知ってる方が見るととっても面白いんじゃないかなと思ってます。はい。まあそんなわけで、えー、っと、2本目は推しが武道館に行ってくれたら死ねでした。はい。じゃあ次の作品はというと、それケゲートボール桜組です。はい。 私ね、えっと、これを見たときに、まあ、うんと、まあ、出演している方たちもね、割合と年齢の上の方たちばっかだし、まあ、ゲートボールって私の中では、おじいちゃんおばあちゃんたちがやるスポーツっていうイメージなんだけど、私は普段生活してる中で、あんまりね、積極的にゲートボールやってるところを見たことがないんですよ。 まあ新潟県長岡市はまああんまり盛んじゃないのかもしれないですけどねまあ私はね小学生とかその頃はあのうと近所の縫いちゃんたちたちがまああのえっといろんなところでね町内のあの公園とかでいろんなところでゲートボールをやってるのは見たんですが、まあ、最近そういうのを見ないななんて思っていましたはいまあそれでねえっと 今更ゲートボールみたいな。ゲ、まあ昔もゲートボールをテーマにした映画があったような気がするんだけど、そう。なんか、えっ、ー、と、これって本当あえー、の、藤原、藤原、ね、藤井達也さんとかね、あの、うんと、大年のね、もう、大ベテランの俳優陣の本当えっと、えーとまあ、元気な姿を、えっ、ー、と、今でもまだ元気ですよっていう姿を見せるためのだけの映画かな、みたいな感じの、まあ、これは、 うんと誰得っていうふうなの、正直思いながら、あの、うんと、予告本見てたんです。そう。ね、その後、まあゲートボールっちゃ、今どうなのっていうふうに、まあ、ちょっと調べてみたんですよね。そうするとね、そう。まあ、地域によってなんですけども、魚地域がやっぱりあって、まああの、ゲートボール誕生の地と言われてる兵庫県とか福岡とか、まああの、すごく魚地域はすごく盛んらしいんですね。 でえっとそれ以上に驚いたのはまあ全ゲートボールの全国大会とか見ると選手がね若いのうんあのえ大学生ですかっていうような人たちも出てるしあの、まあ、審判団とかあの運営してる人たちはああのまあ、いい年のおじいちゃんおばあちゃんたちが多いような気がするんだけどあの選手たちはねうんともうほんとね全国の順位あの 準々決勝とか準決勝とか決勝のね、VTR とか見ると、まあ、YouTube に出てるので探してみてください。みんな若いの。そう。で、まあ、ゲートボールのルール自体はそんなに難しくないので、うん昔ね、あのゲートボールのあの対戦をテレビでね、あの放送するようなあののやってて、私もなんかちょっと見てた頃があるんだけど、え、今のゲートボールっておじいちゃんおばあちゃんたちのゲームじゃないんじゃないのみたいなぐらい思うぐらい、あの リアルなね、ゲートボールの大会に出てる選手たちがみんな若いのよ。そう。まあ、それからね、ちょっと興味持って、まあ、ゲートボールについて、えっと、ちょっと調べたんだけど、まあ、このね、映画とはちょっと違うかもしれないけど、まあゲートボール自体、すごいさ、あの、ものすごく体力使うわけでもないけど、すごくね、緻密な戦略性があるゲームで、まあ、きっとね、やったら面白いんだろうなっていうふうに私も思いました。そう。 なので、私の認識が、ゲートボールはじいちゃんばあちゃんのゲームだと思ってたんだけど、まあ、今のじいちゃんばあちゃんも78よでも元気じゃないですか。若々しいし。うん。だから、あの、いやー、今のじいちゃんばあちゃん、ゲー、えっと、ゲートボールっていうよりも、どっちかいうと山登りとかさ、<laughs> 畑とかが、でも、バリバリ動いてるよう,なようなおじいちゃんたちが多いきっかが知たんだけど、まあ、それはね、あの、田舎暮らしの私のイメージだけだったかもしれません。 そ,うまあ、それでこの映画の内容なんですが、えっと、76歳になった織田桃次郎はかつての高校ラグビー部でマネージャーを務めてたさくらが経営するデイサービスさくらハウスが倒産の危機に瀕していることを知り元ラグビー部の仲間を集めて桜を助けようと試案するさくらハウスを立て直すには銀行から融資が必要でそのために加入者を増やさなければならない桃次郎たちが試行錯誤のせいに思いついていたのはゲートボールの大会に出場して優勝し施設の知名度を上げるというものだった もう二郎と中身によるチームさチーム桜組は老いた体に無知を打ちながら高校時代に誓ったチームワークで奮闘する。そんな彼らの前に悪徳でネコン起用の陰謀が立ちはだかる。そう、まあね、えっとそんなにあの目新しいような内容ではないんですけども、あの、うん、あの、ま、あゲートボールがテーマっていうのがまた面白いなと。うん、まあ、その、 これはね、私多分アーマープラかなんかで出たらちょっと見てみるかもしんないなそう。その中でね、あの、うんと、ゲートボールは自治のゲームだと思ってる人も多いと思うんですが、<laughs> おじい様、ま、おばあ様のゲームだと思ってる人も多いかもしれませんが、まあ、そんなことはなく、あの、もしかして、もしかして、えっと、まあ、小学校とかでやっても面白いんじゃないかな、なんていうふうに感じた次第です。まあ、そんなわけでね、えっと、 うん。これも今日からの公開になっています。そして次の映画が、ッドイット b 怖いものはやはり怖い。夢判断そして恐怖体験2ということで、あの、夢判断そして恐怖体験へというあの映画が過去にありました。私は見てないんですけども、えっと、 しないんですけど、これね、岡隆方さん、うん、と幸福の科学のね、岡隆方さんが企画原作を手がけたね、えーと、心理カウンセラー、神山刑事が、えーとえー、心霊現象の謎に迫る姿を描いた、えっ、ー、と夢判断、そして恐怖体験への続編ということになってます。そう。まあ、あの、映画業界、 いいという,いうほど大きい話じゃないんですけども、うんとまああのー、どうなんだろうねあの世界中そうなんですけどまあインド映画もそうだしまあ、どこの国もそうですけどもあとまあ日本は あのどちらかというともうこうものすごく高いレベルであの日常生活の中に宗教が根付いてて宗教が根付きすぎちゃって誰も宗教にどっぷり使ってるなんて思ってもいない社会じゃないですか、うん、だからもうあの多くの人があの私は無神経だっていうと思うんですけども、まあ、よく言われるのはねえー、っとおぎゃーっと生まれて神社であと参拝して えと教会で結婚して最後はあのえっ、ー、とお墓に入るみたいな感じで言われますけども <laughs> そうまああの、えー、とどんいろんな宗教を勝手にあの取り込んで、えー、と楽しんじゃってるっていうのがまあ日本っていう国だと思うんですそう,そういう意味では私は本当世界で最も進んだ仏教国家っていうか仏教国家宗教国家が日本じゃないかなと思ってるんですけどもそれはすごくいいことだと思うんですそう、まあ、その中でもあその中でもね あえて宗教というと、あの、うっと、まあね、関わりたくないという思う人もいっぱいいるんじゃないですかね。なんかめんどくさいっていうのもあるし、なんか怪しい感じがしちゃうという人も、まあ、いるでしょう。そう。まあ宗教に関するイメージって、まあ人それぞれであって、まあ、なんとも言えないんですけども。うん。まあ、そういうところは、あの、まあ国にもより、人にもより、でい感じで、なんですが、 まあこの、ね、大川隆法さんというかまあ幸福の科学が企画でで作った映画というのはだいたいね1年に1本ぐらいあるんじゃないですかね。私も過去に映画館で働いたた時にえー、っと幸福の科学が作ったアニメ映画そう、えっとんがあってまあ,あのうんと支配人ね、えっと、これどうしてやるんですかって聞いたらもちろんそれはお客さんが入るからだよって。 うん、まあ幸福の科学の信者の方が来てくれるんですから、まあ、あの数が、やれば入るっていうのが分かってる映画は、まあ映画館にとってはね、あの美味しいお話でわいうわけですよ。まあ T.J. 長岡も、まあ、去年もね、えー、っと、8月、7月、8月ぐらいに、えーっと、幸福の科学の映画やってましたね。うん、で、まあ、私はその当時、あのうんと全部見てたので、あのもちろん私も見に行きました。うん だからね、あの、もしかしたら、あの、えっ、ー、と、入ってタイトルが出るまで、えっ、ー、と、幸福の科学、大川隆鳳さんが、えっ、ー、と、企画した映画だって知らずに見てる方もいらっしゃったんじゃないですかね。うん。まあ、ただ、基本的に、えっ、ー、と、前回見た映画も、あの、うんと、まあ、最終的には、あの、えーと、幸福の科学にどうぞ、みたいな感じの、あの、うんと、動線が張ってあった映画だったんですけども、ただ、まあ、ね、映画としてを見たら、あの、なんて言うんだろうね、あ,あの、えっ、ー、と、あの、 面白い、すごく面白いの。そう。なんかね、あのー、超ハイパークオリティっていうわけではなくて、どっちかっていうと V シネーみたいな感じの、あの、えっと、なんかね、あの、微笑ましい感じの、みんなで楽しみながら作ってんだろうな、みたいな感じの映画で、えっと、私はね、あの、うんと、あ、これはこれで、えっと、あの、宗教映画っていうわけではなく、まあ、映画として面白いじゃん、みたいな。そう、これはこれでありなんじゃないかなって感じだったんですが、 まあ、あの、大川流頬っていう名前が出た瞬間、あの、びっくりして出ていっちゃったね。で、まあ、た、あの、そういうお客さんもいて、まあ、それはちょっとどうなのとか思ってたんだけど、まあ、えっ、ー、と、この映画は、えっ、ー、と、大川流頬さんの企画原作の映画ですね。はい。まあ、予告編を見る限り、まあ、どうなんですかね。 と宗教家の大川流鳳さんがこのテーマはどうなのって,言ってのはまあ正直思います。はい。心霊現象の謎に迫る夢判断組織恐怖体験へ。そうまあ心霊現象イコール恐怖っていうふうなまあ、まあ、まあキャッチーなものではあるんですけど、まあ、宗教家がこのテーマは。 なんか違和感があるというのは正直なところです。はい。そう。そんなに怖いものっていう風な、あの、いうふうにあおるようなものでもないんじゃないかなっていうのは、まあ、感じますね。ねえ。<laughs> そう。うん まあ、あの、心理カウンセラーの、えっ、ー、と、神山刑事は、えっ、ー、と、テレビ区からの依頼で、頂上現象に遭遇した大学院生のリーディングを行う、収録スタジオでその様子を見守っていたアナウンサーの青山 はも、えー、ともと霊的な世界に懐疑的だったが、えっケージのリーディングを見て、この世には霊的な存在があることを受け入れ始める。そんな中、ケージは周囲に暗い道で現れる不気味な老婆、悪夢のから目覚めた女性の足が残り、謎の手形、誰もいないはずの天井下と突然迫ってくる飛び降り女など、数々の奇怪な検証が起こるようになる。そして、ついにその、えっ、ー、と、 心霊現象が起こるというような内容なんですけどまあ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 ,まあ,まあねうんまあまあ心霊現象ねまあ私はねあのものすごく霊感が強いわけじゃないんですけど周りでね霊感が強い人たちがあのいるとものすごく影響を受けます。 はい。で、まぁ、あ、あの、ものすごく明確に、あの、うんと、私にね、なんか、えっ、ー、と、まあ相性ですからね、霊的なエネルギーって、相性がよく私に、あの、と訴えかけてくるものとかは、まああの見えたりすることもあるし、感じることもあるんですけれども、うん。まあ、今、私がね、働いてるところも、えっ、ー、と、働き始めたばっかの頃はね、 えっと、なか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 な、あの、お化け足があったんですけど、今は、あの、全然そんなこともなく、みたいな感じなんですが、そう、どうでしょうかね。そう、あの、うんと、まあ、ねえ、えっと、そんなに怖いものか、共存できるっていうものでもないかもしれないけど、まあ、怖いものっていう風な振り込み、振り込みというよりも、 まあ、宗教家には、あの、うっ、ん、と、共存、あの、見えない世界があり、見えないものも重要な社会の一つなんだよ、みたいな、そんな、えっと、ことを訴えていただきたいな、なんて思うんだけど、まあ、そう、どうなんでしょうか。はい。まあ、そんなわけでね、ッドイットピー私はね、あの、うんと、この手の映画、なかなかね、アマプラにも載らないんですけど、ちょっと面白い、見てみたいなと思っています。はい。そんなわけで、 前半4分は、えっ、ー、と、こちら、4分をお話ししてきました。実はね、めちゃくちゃ、あの、えっ、ー、と、ここ数年の中で一番体調崩してるんじゃないかってぐらい、ここ2日、3日間ぐらい、まあ、体温計ないので熱はかてないし、あの、うん、一応ね、えっ、ー、と、コロナの検査もしてみたんですけども、コロナではなかったんで、ただ、あの、風邪だと思うんですが、まあ、喉がは痛いし、頭は痛いし、鼻水は出るし、感じで、 まあ、なんとかね、15時の配信に間に合うかなっていう感じで、えー、っと、準備してますが、もし間に合わなかったらごめんなさい。まあ、そんなわけでですね、えっと、うん、後半もね、後半で収録しますが、後半は多分15時には間に合いません。そんなわけで、えー、っと、まあ、前半はここら辺で。えっと、続きは後半へ。<laughs> まあ前半は洋画中心、が中心にお話してきましたが、後半は洋画中心です。 はい。まあ、方が4本、方が、ん方が4本、方が4本、洋画3本。っていうことで、まあ、ものすごい大ボリュームですよね。うん。そう。でもね、今週はこの洋画の中に、私は、あの、ぜひ見てみたいなっていう映画がいっぱいあるので、そこはちょっと熱く語っていきたいと思ってます。とりあえずは、えっ、ー、と、また後で。